最後に演奏する曲はシングシングシングです。1930年代初めから40年にかけて築き上げたスイング王ベニー・グッドマンのヒット曲です。クライネット、トランペット、アルトサックスのソロに注目してください。指揮は多賀高等学校大友由依さんです。それではよろしくお願いします。
皆さん最後までありがとうございました。大変名残惜しいのですが、これでレッツブラスインパティオ終演となりますが、皆さんまだ帰るのは早いですよ。この後1時30分よりシビックセンター3階音楽ホールにてミュージックトレイン2015第2部ホールコンサートが開演します。